プラスチック？ No, no, no. プラスチックです。はい、お疲れ様でございます。この間ね、モンスターハンターライズっていうゲーム、モンハンの最新作がね、リリースされたんですけど、それを記念しまして、ディアブロス、3D プリンターでね、このディアブロスをね、印刷していきたいなと思います。これはね、EG3 度の X3 のソフトウェア。これでね、ちょっと、このくだりいいですか？もう印刷していきましょうか。仕切り直していきましょうか。SD をセットして、これ縦向けてるんですけどね。そして、電源を入れる。そうなんです。最近ね、めっちゃ、音がね、そう、ファンがおかしになったんですよ。また修理するとわかんのですけど、こっちのファン、めちゃくちゃうるさいんですよ。なんか壊れたっぽいな。また壊れたっぽいな。ヒートベッドついてるんですけど、やっぱりね、スティックのり塗った方が剥がれにくくなりますね。この最初のフィラメント。これゴミやな。最初取っときましょうか。はい、今、サポート材をつけてるところです。一層目ですね。こういう複雑な形になってる。やっぱディオって何？ディアブロスってね、ドラゴンなんで、すごい複雑な形してるんですよ。これ、早送りっていうか、ところどころ録画していきましょうか。まだ最初、全然形できてないんで、ここは飛ばしましょう。はい、まだ開始してね、1時間ぐらいなんですけど、全然できてないです。そりゃそうです。まだ1層目ぐらいですかね。ください。ここ見てください、ここ。ディアブロスの足ができてるっぽい。足跡がある。ちなみになんですけどね、やっぱクリップで固定した方が、このステージみたいなのがね、剥がれにくいです。磁石でついてるんですけど、やっぱり途中で取れてしまう時あるんで、クリップ全部で8箇所止めてます。今3時間ぐらいですか？ 2 時間半ぐらいですかね。それでまだこれだけしか出てきてない。できてない。そしてディアブロスの足がちょっとできてきてました。そうです。一番足ができてきてますね。サポート材ばっかりですね。全然進んでない。めっちゃ時間かかりましたよ。これだいたい印刷時間なんですけど、30時間？そう、1日でできなかったですね。やっぱりディアブロスって結構複雑なんでね、30時間ぐらいかかりましたね。じゃあ早速外していきましょうか。うわ、めっちゃリアルにできてる。途中で剥がれ、うわ、いや、やばいやばい。慎重に行きましょうか。で、クリップが剥がれへんな。どういうことや。こう慎重に行きたい。磁石が強力っていうことですか。あ、剥がれた。うわ、めっちゃリアルじゃないですか。バリを取ったら完成です。あ、そうです。ちゃんと角ができてるやん。ディアブロスの角。ちょっとサポート材の部分がめちゃくちゃ多いですね。
コキ。で、ここを慎重に外していきましょうか。バリがいっぱい出てるな。このサポート材がめっちゃあるね。あ、ディアブロスの爪が取れた。いや、大丈夫ですか？いや、ちょっと爪かけたような気がするな。これ、ニッパーで切っていきましょうか。あ、これ下に新聞引いた方がいいな。はい、それではちょっとバリを取っていきましょうか。これ下が白なんでね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ちょっと新聞の方が良かったですか。ここはね、ニッパーとかハサミでこうやって取っていくのがベストですかね。ちょっとまだ使い方、バリの取り方の正解がよくわからん。ニッパーですか、やっぱ。しかしね、いいニッパー持ってないんですよ。それで言うと、このハサミ、やっぱハサミ検定2級を持ってるんでね、このハサミでこだわっていきたい。バリをね、全部取るとこんな感じですね。ちょっと、まだ若干バリが。なんか足のとこもうちょっと綺麗にしましょうか。もうちょっと綺麗にね、ヤスリかけたら綺麗になると思うんですけど。このクオリティすごくないですか？これめちゃくちゃ大きいんです。14センチぐらいですかね。そうです。角竜です。そしてこの尻尾のトゲトゲの部分とか、めっちゃ綺麗にできてます。そうです。やっぱ角が特徴的なんでね。ディアブロスの角。そしてね、この下からはね、ちょっとクオリティが、ここはやっぱ印刷が難しいですよね。これだけ複雑やと、この翼の内側の部分とか、これはちょっとギザギザになってます。これプリンターのスペックのせいですかね。
はい、というわけでね、今回はモンスターハンターのディアブロスを印刷したわけですけどね、またなんか 3D データがあったら順番に印刷していきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このコックリさんのシート、家の部分がない、はいとはいしかない。え、勝手に置く、いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。